どうもメリッサです。今回は S ランクファイナルミキサーが登場となったので、こちらのミキサーを回していきたいと思います。今回がね、初めての登場となったこのミキサーなんですけど、まだまだこのミキサーについて概要をつかめてないよという方もいらっしゃると思いますので、今回はね、この僕が気合を入れてね、このミキサーを回していきたいと思います。課金者無課金者問わずね、ノーリスクで、オーダー強化を図れる神ミキサーだと思ってますので、いやー期待したいですね。個人的には純正強化を狙っております。先に注意事項を見ておきたいんですけど、ミキサーは選手レベルマックスの選手しか投入できません。レベル70から75の S ランク選手しか投入できないですよと。で、ファイナルミキサーはどれか一つで選手を交換すると1回とカウントし、全部で5回までとなりますということで、3つのミキサーが開催されてるんですけど、まあ、合計で5回しか回せませんと。これも注意事項ですね。嬉しい注意事項もありまして、限界突破、特訓、特殊能力レベルは、全て引き継がれますということで、これは嬉しいですね。極みの選手を入れれば、超5の選手が帰ってきて、特能マックスの選手を入れれば特能マックスの状態で帰ってくるということなので、いらない極みの選手をここで投入するのもありかもしれないですね。特殊や称号、選手レベルは1になってしまうんですが、まあまあこれはね、デメリットとしてはもう全然オーライなデメリットなんじゃないかなと思います。注意事項はそんぐらいですかね。覚醒選手も選手レベルがマックスなら投入できますと。去年まで開催されてた、まあ、シュレッドミキサーみたいな感じですかね。去年からやってる人からするとイメージしやすいと思うんですが、今回はね、ちょっと極みの選手もミキサーかけていきたいと思います。さあ、ミキサー画面にやってきたんですけど、まあ皆さんどれを回しますかと。僕は、同一チームの、オリックスで回していきたいと思います。この3つのミキサーどれを回すかは個人の自由なんですけど、僕は同一チームミキサーをおすすめします。純正をまだ始めてないという方はこのタイミングで始めるのがいいきっかけで、まあベストだと思いますし、ランダムと同一ポジションで回すと狙いの選手が当たる確率ってめちゃくちゃ低いんですよね。今 S ランクは各球団21選手出ていて、この中からね、ランダムで当たり引くって結構確率渋いんですよ。なら今純正を始めて、ロッテの選手なら誰でも嬉しい、ね、巨人の選手には誰でも嬉しいっていう状況を作った方がミキサー楽しいんじゃないかなと思います。一応12球団的おすすめを挙げるとしたら巨人ですね。巨人は菅野選手、中川選手、ビエイラ選手、デラロサ選手と12球団でも使えるレベルのピッチャーがいるのに、さらにね、岡本選手だったり坂本選手だったり、守備が上手いのにバッティングもいい選手もいるので、丸選手とかね、12球団的には巨人をおすすめします。ピッチャー強化したいなら楽天などもおすすめですね。田中マー君だったり松井裕樹選手なんかがいるので、確率はちょっと渋いんですけどね、楽天もかなりおすすめです。あとはね、宮西選手ピンポイントで狙ったり、山本由伸選手、モイネロ選手なんかをピンポイントで狙うのもなしではないかなと思います。まあ、先発で回すのはなしではないかなと思いますね。さてことで、今回ね、かける選手なんですけど、3選手は決まっております。まず1人目、アルバース選手、極みですね。このアルバース選手、2018年シリーズ2のものなんですけど、まあ、だいぶ取っておりましたね。まあ、ツーシームがついてて、昔はリアタイでも使ってたんですけど、まあ、今回ね、もう使い道はないので、ミキサーかけたいと思います。このアルバース選手をかけて、未所持の S ランクの選手が出てきてくれたら大儲けですもんね。はい、この選手がいい選手に生まれ変わってくれることを信じてます。2人目は増井選手ですね。増井選手も来年 S ランクが出てくるかわからないので、ここでかけたいと思います。特殊能力はレベル4しか上がってないんですけど、まあレベル4上がってくれるだけありがたいかなと。この選手もね、増井選手も S ランクの未所持の選手に変わってくれれば嬉しいなと思います。で、3枚目は山岡選手ですね。超5で2体持ちしてる山岡選手なんですよ。ドロップカーブの中継ぎできる山岡さんを持ってるので、この山岡さんは正直使い道がないかな、もう不要かなということで、ミキサーの方回したいと思います。特訓後でね、極みにはなってないんですけど、新しく出てくる選手が限界突破不要になるというのはめちゃくちゃでかいですよね。で、狙いの選手なんですけど、結構いるんですよ。選手メーカー意外と埋まってなくてですね、この富山選手だってリアタイで使えるのに S ランク1枚しか持ってないですし、K 鈴木選手もね、 S ランク持ってなくて A ランクも1枚しかないので、この辺出てきてくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。あとは宮城選手の極めも持ってないんですよ。超3とかなんで、宮城選手も欲しいと。で、山崎総一郎選手もリアタイでめちゃくちゃ強いので、これ純正では必須級なんですよね。なのでここら辺が欲しいと。で、吉田選手も来年強化されると思うんですけど、まあ、今のうちね、極みを確保しておきたいと。で、ツーシームフォークを持ってて来年の能力も期待なんで、中川選手もね、突ゼロなんで結構欲しい選手います。なので狙いの選手が富山選手、宮城投手、 K 鈴木選手、山崎総一郎選手、吉田亮選手で、中川選手も欲しいんで、あと太田選手も A ランク1枚も持ってないので7名ですかね、21分の7。
3分の1か。意外と当たり多いんじゃない？うん。で、メリッサ、5回今日回しきんないのって思うかもしれないんですけど、例えばね、このアルバース選手がこれ山本由伸選手に変わった場合ですよ。そしたらまたレベル1の山本由伸選手が出てくるので、それをレベル75にしてからもう1回ミキサーに臨みたいなと思ってるので、だから狙いの選手が出なければ今日3人で終わりですね。だからこのアルバース選手がラオウに変わった場合だと、ちょっとあのミキサーを今日無理してやる必要はないので、かぶりの選手が出てきたらレベリングしてからまた後日ミキサーにかけるといった形を取りたいと思います。ってことで、記念すべき一発目合ってるよねこれ。同一チーム S ランク選手1人、アルバース選手、今までありがとうございました。いやー、このアルバース選手ね、結構思い出あるんですよ。うん、もうね、中学生の頃ですよ、うん、鼻水垂らしながらリエタイやってたんですけど、先発ローテーションこのアルバース選手入ってましたからね。 A ランクも5枚しっかり取って限界突破して、誰に生まれ変わるのか。1枚目、横田選手、嬉しすぎる。これこんな楽に極みの選手出てきてもらっていいんすかねえ。ありがとうございます。この太田選手はですね、 A ランク1枚も所持してなかったので、でしかもそれ特殊能力上がってる、神すぎる。なんだこの神ミキサーは。バファローズのね、2番3番担う選手だと思いますので、いやー、これはね、取っといて損はないですね。ありがとうございます。気持ち良すぎるんだが。で、注意点なんですけど、ミキサーから出てきた選手はレベル1になってますので、この状態で太田選手をファイナルミキサーにかけることはできません。それは注意点ですね。次はじゃあバファローズ、麻酔選手いきますか。麻酔選手はもう極みなんで結構重要ですよ。この麻酔選手はね、どうだったっけな、シュレッドミキサーで出てきたか、普通に極み作ったかなんですけど、麻酔選手昔2体持ってたんですよね。そうそう、2人持ってて、1人は確かね、普通のミキサーかけちゃったのかな。ってことで、これもね、当たりのピッチャーに変わってほしい。麻酔さん、今までありがとう。いきます、来い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 。いやー、富山選手嬉しすマジっすか、ありがとうございます。富山選手、 A ランク1枚とか2枚持ってるんで、称号チャレンジすらできる。こんな簡単に称号の選手が獲得できちゃったよ。ツーシームスプリット、スプリットしっかり落ちるんでね。で、タイピン回ということで、この富山選手、中継ぎローテーション確定ですね、バファローズの。来年の能力にも期待したい。ありがとうございます。選手名鑑だいぶ埋まりましたね。スカスカだったけど、2つも埋まったら全然見栄えが違うわ。時点の狙いなんですけど、K 鈴木選手、吉田亮選手、山崎総一郎選手あたりですかね。中川選手も嬉しいんですけど、まあ、野手よりは純正強化するならピッチャーかなと思ってます。なんかもうバファローズで回すのやめてもいいんじゃねってレベルなんですけど、山岡選手の調子がいるんで、このね、現エースが次期エースに変わってくれることを願っております。まあ、来年、今年はね、山岡選手怪我から復活してくれることを願ってミキサー回したいと思います。ニューの選手来い、お願いします。カモンカモンカモン。いやー、平野選手、まあ、平野選手も昔ミキサーかけちゃったんで、これはこれでいいですね。うん、超後の平野選手獲得ありがとうございます。さあ、今までの結果を踏まえて4回目もバファローズでいきたいと思います。で、3人目はこのヒギンス選手いきたいかなと思ってます。このヒギンス選手なんですけど、超3で、今超3にしてきたんですけど、超3で特殊能力もマックスなので、かけたいと思います。いやー、まあね、超大ピンチで残しておきたい感じもあるんですけど、まあ、おそらく使わないですし、来年も残留ではないということで、このヒゲン選手、今までありがとうございました。今までありがとうございました。としか言いようがないよ、もう。来年残留ならね、取っておきたかったんですけど、それならね、バファローズの若手選手に代わってほしいという願いを込めて、4回目、ここでニュー来たらマジで神、お願いします。いやー、生田ヨナナナナ選手、山田信義選手、噛んだ。ってことで、ファイナルミキサー5回目はこの山田信義選手をかけたいと思いますので、レベリングできるまで少々お待ちください。ってことで、5回目は次回にお預けですね。はい、ってことで、いかがでしたでしょうか。4回回していったんですけど、個人的には満足できる結果となりました。ファイナルミキサーがね、どんな感じのミキサーなのか少しでも伝えることができたなら嬉しい限りでございます。ってことで、今回もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。